元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。アラネア？ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だってコル将軍が言ってました。アラネア隊、ビッグス隊、ウェッジ隊と人数も多いし頼りにしてるみたいですよ。僕にわかることなら何でもお話しします。そうだ、帝国なんですけど、うん、皇帝も将軍も死んだってグラディオさんたちの報告があって、国としてなくなってしまったっていうか、うん、僕にわかることなら何でもお話しします。元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。アラネア？ああ、やっぱりアラネア隊。僕にわかることなら何でもお話しします。オートで行方不明の最初を見たって話もありました。これはイグニスさんがかなり気にしてて、ルシスにゆかりのある人物なのかって。それで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか？僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。ん？かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって。当時の人々が死骸に襲われたのを助けた人物ってなってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。へえ。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきました。ん？ああいう生き物がいるんだって僕なんかは思ってたんですけど、彼らは元は人間なんだそうです。何か病気みたいに人に移って、その人が死骸になってしまう。でも治す方法もなくて、みんな退治するしかないって。そうか。僕に分かることなら何でもお話しします。アコルドも死骸が出るからって結構な人がルシスに逃げてきてます。というか国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになって、その上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して、今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし、僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。え？そのために王様になって帰ってきたんだし、約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でもお話。ノクティス様、おじいちゃんのこと覚えてますか？ああ。あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。街で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐホテルにその人が来たんです。タルコット。でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。もう子供じゃねえんだから、わかるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとな。俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから絶対。はい、わかりました。ありがとうございます。旅のご無事を祈っています。
さて、とうとう帰る準備か。あれ着る時が来たか。誇りに思う。ああ、腹引っ込めとけよ。戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。本当。城まであと少しだ。懐かしいな。いろいろ思い出すな。今の俺らなら何にでも勝てんじゃない。さてどうする。
疲れた。敵の気配がするな。さすがイグニス、大当たり。気をつけろよ。んじゃ、やってやろうぜ。これだ。成長したでしょ。結構しごかれたよね、将軍に。アラネアにもだいぶ指導を受けたな。ま、無駄にはならねえな。うまくいったな。野獣相手の仕事は残るだろうからな。あ、頑張ってくれ。どうだ。
さっさと片付けようぜ。その調子だ。終わったな。ああ行くぞ。はいよ陛下。この辺よく遊びに来たね。飽きもせず毎日な。王子が働いていた店もこの近くだったな。あの不愛想なアルバイトの店か。油断はするな。おい、大丈夫か？よっ、なんとか。邪魔だよ。容赦すんじゃねえぜ。覚悟してもらおう。フロント。おら。どうだ、行けそうかな。汚れてるけど前のままだね。懐かしいな。よく歩いた道だ。人がたくさんいたよな。早く元に戻してやろうぜ。分かってるな。迷いがないな。王の貫禄ってやつか。近づいてきたか。空にもね、足がすくみそうだ。頑張れ。まずお前が進まないと。ああ
上がってるぜ。お前ほら行くぞ。ライナー邪魔だよ。みんな気をつけてよ。まだやりゃできんだ。おっさん臭いこと言ってんな。いやいや、男はこれからでしょう。だな。遠心イフリート、人を愛した氷人と対をなす神、彼がお前たちを出迎えたいそうだ。じゃ待ってるよ上で。
気をつけろ。笑って迎えてはくれないぞ。一旦隠れろ。引きつける。ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。来る。立て直せ。援護するよ。このし、くそ。大丈夫か。ああ、なんとか。邪魔だよ。どうだ。Oh, that's good.
サファイ、イラクティロウ。何か言ってる？光を取り戻せってさ。もうすぐ果たせる。そうだな。城に帰ってきたんだな。玉座までもう少しだ。明るいね。あいつがつけたんじゃねえか。ああ、俺たちは呼んでるんだろう。エレベーターは機能してんのか。ああ、使えそうだよ。まったく手厚い誘導だな。いいさ、無駄足踏まないで済む。着いた先は王の輪か。アーデンもそこかな。好き勝手しやがって。全て取り戻さねばな。ああ、決着をつける。する前の緊張を思い出すぜ。ああ、この場所に来るとな。俺も出発の日に来たんだよな。遠い昔みたいに感じるな。あの人は神話の中の闇ってことか。皮肉だな。光を司る王の一人のはずが。ああ、眠らせてやらないとな。そうやって神話の最後をノクトが作るんだね。あの人は皮肉だ。ああ、そうや。どこかの絵に王子のつけた傷があったな。残っているか。いや、わからない。俺の側近がうまく隠してくれたからな。あと少しだね。さあ、行くか、ノクト。まあ、いや、ちょっと待ってくれ。プロンプト、写真見てもいいか。え、いいけど。一枚だけ欲しい。持っ
ていきたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら選びなよ。戦ってる最中の写真もいいだろう。いい車だった。最後まで力強く走り抜けてよ。レガリアか。本当に世話になったな。どうした？そいつが気になるのか？じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ。残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっとオーケーを未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか。ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした？これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。さあ始めよう。ああ、終わらせてやる。選ばれし王か。さしすめ俺は弾かれた王だ。
か。物足りないな。もっと本気出しなよ。偉大な力をもらってきたんでしょ。どこ？あれ、復讐を果たせそうだな。そろそろ願いが叶いそうだ。安心しろよ、まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。それとも力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。気に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ時、バカ騒ぎして遊びほうけていたガキが。クラムだよ。疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺はどれだけ闇の中で生きてきたと思ってる。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。
ここまでになるか。ああそうなる。頼むぜ。頑張って。プロンプト、グラディオ、イグニス、あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で。陛下。行ってくる。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな親父、一緒に過ごせて幸せだった。ルシスの王よ、集え。
いいから準備。行くぞ。はい。せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by. お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。あれ？あ？あれあれ、看板でしょ？うん。マジか。全然近くねえし。おい、押せ。ああ。4人でキャンプなんて久しぶりだな。
そうだな。あのさ、どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。
ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。